こんばんは、爆笑問題、田中裕二です。沢誉れのですね、旦那のです、ね。沢やめれ。やめれってやめれ。沢止まれ。ですね。はい。沢さん、なんかあったんですか？あ、沢さん入籍です。あ、入籍、あ、そうなの、あ、俺今初めて知りました。あ、そうですか。今日のニュース？今日のニュースです。ホットなニュースですね。あ、そうなんだ。沢さん入籍。沢さん入籍でもだ、沢さんじゃなくなっちゃうんじゃないのかな。ね、まあまあ、そう。ソワとか言う。いやいや、ソワと結婚したの。ソワとか。ソワと結婚したら、ソワ誉れ、あんま変わんないんだね。あ、そうなんですか。カラとか、そういうふうになる、ね。二文字にこだわってはないと思うよ。誉れは変わらないと思う。いや、それは変わらないでしょうね、誉れって名前ですから、ね。誉王とかね。まあ、旦那さんは知らないですよ。もしかしたら、ホマオっていう名前。ホマオ可能性はある。サワホマオ。まあ、だって、まだ、サワじゃないんだろうね。サワジリ。サワジリ。サワジリホマレ。サワジリホマオ。あ、そう。うん、お相手の方は別に一般の方ですか、ね。一般の小学生だ。小学生はね、小学生なきゃないよ。あ、そうですか。これはいいね。おめでたいニュース。おめでたいニュースよ。ねえ。なでしこ。ねえ。もう今もあの、甲子園やってるけど、今日もね、関東一高で活躍したのがね、オコエ・ルイ選手っていう、お父さんが、ルイって。うん、ナイジェリア人なんですよ。で、お母さんが日本人ね。じゃあまあ、スケット外人みたいな。いや、まあ、スケット外人じゃないんですけども、日本人なんですよ。ね。だそういう選手で、ほら、陸上で言った今、あの、ハキームくんって。ハキーム。うん。この人は、今の段階でボルトを超えてるわけですからね、その、記録そうですよ、その若い、ボルトが、高校時代の記録を破ったんですよ、この間。それがハキーム君、日本人なんですけど、彼もお父さんがガーナ人かな、で、お母さんが日本人っていう。チョコレートが結構好きかもしれないけど、結構好きかもしれないね、チョコレート。で、この、でもハキーム君っていうのがさ、まあ、本当にいずれ、ね、それこそ東京オリンピックぐらいで、まあ、日本人初の、リオは間に合わないですか？リオは分かんない。今度世界陸上出るんで、もしかしたらリオも出るかもしれない。セリクってやつですね。セリク出るんですけども、もしかしたらリオもね、出るかも分かんないですよ。うん、ただ、それこそまあ年齢的にまだ16、7ぐらいだから、うん、ね、ちょうどオリンピックの、東京オリンピックの頃が、うん、まあ20代前半とかなわけじゃないですか。その頃に、もしかしたら日本人初のその陸上の100メートル金メダルみたいなことが、あり得るみたいな話になってるわけです。もしか可能性としてね。ね。つぶらや選手が、まあ、どうでしたっけ、どうも取らなかったのか、つぶらやさんも。いや、どうは取ったんじゃないかな、オリンピックは。まあ、マラソンね。まあ、マラソンは、まあ、他にもね、日本人の。短距離ね。はい。短距離は、ほら、今までトラック、ね、決勝自体出てないわけですからね、100メートル走とかはさ、確かさ。そうですね。ね。だから、それがそうね。僕が100メートル5秒3。おじさん、それさ、じゃあ50メートル。違うじゃねえんだよ。50も違うんだよ。5秒3。が、まあ。もう前から言ってんだよ、もう。中ぐらいの記録。まあ、中の上ぐらいでした。うちの学校ではね。前から言ってんだよ。だから、まあ、地域差あるんでしょうけども。地域差じゃねえんだよ。世界中からお前、5秒。取材に来るわ。大体、だから早いやつで5秒フラットで。フラットできなかったみたいな感じでしたから。うわーわーじゃねえんだよ。みたいな。7秒とか絶対がかかってんだよ、絶対。7秒台だよ、大体。中学だろ？中学です。たまにすごいやつで6秒台ってやつは、もう6秒なんだ。それはもうすげえ。おっせえみたいな。おっせえ、お前どうやって普段生活してんのみたいな。間に合わないだろみたいな感じで言われてました。その話は大丈夫。間に合わないよね。ね。っていう感じ。ね。お前間に合うの？間に合わない。何にだよ。何に間に合うんだよ、それは。全然間に合わないでしょ。いや、それがね、大学の時この話出たんだよね。で、なんか中学、その別になんかの表紙で、50メートル走のね、タイムみたいな話になって、俺は、ね。それでも体育4ですからね、僕は。体育4ですから、ね。で、俺は、ね、まあ、正確に覚えてないけど、7秒いくつだったと。高校ぐらい、中学だか、高校だか。で、7秒ね、台だったら、めちゃめちゃ遅いって言われて。だけど、いや、間に合わないよね。どこにだよ。間に合うとこ、ね、どこも行けねえだろ。どこも行けるわ。その遅さ。行けるわ。移動はできるわ。いや、でね、で、それが別に、俺は始まっちゃうよっていう、ね、そんなにね
あの、足が遅い方ではなかったから、で特に小学校まではもう、お前のかけっこ自慢はもう、聞き飽きてる、ね。で、それは、いいんだよ。で、その話の、まあ、延長線上だったかもしれないんだけど、それでなんかね、7秒、1段、2段みたいな話をなんかしたんですよ。したら、お前転がっただけだろ、お前、ただ。いやいや、転がったらすげえよ、逆に。転がったら7秒で。蹴飛ばされて転がっただけだろ。それで7秒。それで7秒だって。すげえよ、ね。だけだろ、お前。まず50メートル転がり続けることがすごいからね。転がり続けてね。そんなわけねえから。で、そんな話をさ、もうなんかさ、超馬鹿にされて、こいつに。俺なんか、中学校で5秒3だって話になったわけよ。ふざけんなと、お前。遅すぎる、お前。あ、まだよ、お前。地球で一番すごい中学生だみ。遅すぎる、甘ってね。甘じゃねえから。美人すぎるとか。いやいや、死すぎる、死ぎ。中学生の時の話なんだよ。ね。うん、でも俺は、それでも足は速い方だったわけ。ね。で、俺がその時に、いや、待ってと。ジャイアンツの入団テストの、ね、その、まあ、もちろん走るだけじゃないよ。だけど、ね、いや、そうそう、ね、で、50メートル、ね、規定は6秒5なんだと。ジャイアンツ野球選手だ。ね、お前そこから考えてて、中学校で5秒差ってお前、あるわけねえだろ、そんなのってね。6秒5でプロ野球選手になってもいいよっていうぐらいの足の速さだよ。だから、7秒1だ、7秒2は速い方なんだっていうことを俺はまあ、そういうこと言ったんですよ。そういうまた出たらめを言う。ね、そしたらもうさ、もう、プロ野球選手なんて別に足関係ないし。関係ないし。柴田以外は足は関係ないからね。柴田以外の人は足は関係ないから。逃げ足だけどね。柴田の場合は。ね、うん。だから、その一般的な、ね、足の速い人のタイムの認識がお前はおかしいって俺が言い出したわけですよ。ね。で、100メートルじゃお前ね。で、当時はだからカール・ルイス。100メートルはもう疲れちゃって走れないもんね。カール・ルイスがね、10秒切った9秒台だっつってね。100メートルなんて。大騒ぎしてるんだよ、世の中。全速力で走れるわけないじゃないか。走れるんだ。長すぎるっつね。長すぎる甘だよ。甘じゃねえ。長くもねえよ。長すぎる甘。マラソンとかいろいろあんだろう、もっと長い距離は、ね。いや、だから全速力で走るには全速力で200メートルだっているだろう。ダメだっつって。100メートル中学生だぞ。小学生だって走ってるわ、100メートル全速力で。ね。で、100メートル10秒。まあ、じゃあ仮に10秒。小学生の時走った。俺は走った、その時も話したんだよ。俺は100メートルが直線で校庭にあって、100メートルで運動会やったんだと。ね。だからタイムは50もあるけど、小学校の時から100メートルのタイムが俺はあるんだって話もしたんだけど。お前だって寸法合わねえだろ、お前。寸法ってなんだよ。お前のセット。なんだよ。寸法が合わねえ。身長関係ねえだろ、別に。お前1キロぐらいだろ、お前にとって。そんなわけねえよ。え？ものすげえ東京大阪間ぐらいになっちゃうの。そんなわけねえだろ、100メートルみんなと一緒だよ。校庭の長さ。寸法が合わないだろ。寸法とかなんだよ。縮尺。縮尺とかじゃねえよ。大して変わんねえんだよ、そんなのは。俺にとって地図みたいなもんだからね。それは。俺にとっては地図だからね。俺にとって地図って。お前にとってはもう。なんで俺にとって地図がわかまずそこが説明してくれ。地図だよ。何か。まずそこがわかんねえんだよ。俺にとって地図ってどういうことなんだよ。地図の距離だよ。100メートルという距離が。うん。うん、お前にとって。お前と俺の差で言ってんだよ、俺は。そうなると、俺にとってはもうお前は地図の。地図になっちゃうんだよ。そうそう、お前はもう。もう例えが下手すぎて。お前はもう人間じゃないんだよ。お前はただの。知ってる意味が全然わかんない。地図記号だよ。お前は記号だよ。畑とか畑とか。田中。田んぼとかね。田中ってこういうやつ。ね、それで。メガネの。ね。マークで。うるさいわ。田中。すげえうるさい。うん、で、その100メートルね、10秒ね、切っただなんだで大騒ぎしてると、お前ね、中学生が、しかも大して足の速くない中学生が5秒3で走ったとなったら、単純に計算してね、10位ぐらい。ね、10秒6だよ。例えば単純に言って倍で10秒6だと。お前、そんな中学生、日本に一人もいないんだって話をしたわけ。単純はおかしい。ね、で、そしたら言い出したわけ。単純はおかしい。おかしい。だって、100メートルは疲れる。100メートルは途中で疲れる。途中で疲れるって、じゃあ遅くなるんだろって話でしょ？そうだよ。ね。で、じゃあ遅くなるってことは、じゃあね、ね、カール・ルイスも遅くなんだから、カール・ルイスと比べるな。ね、カール・ルイスは伸びてくんだよ。それは全然違うわ。
お前中学生とカール・ルイス。だからそういう話してて。全然よくわかる君なんか見てみろ。最後の追い上げ。人じゃねえんだよ。人じゃねえんだよ。カール君の追い上げっつったら。人じゃねえ、あれは。いや、だから、それで言ったら足と合ってないんだから。最終的に、ね。スピードが。足はゆっくりなのに、スーッつくんだから。カール君。最終的に、50メートルだったら、カール・ルイスとそう変わんないって話になったんですよ。そんなわけねえだろっつって。俺が、めちゃめちゃ、まあ当然行ったと。したらさ、周りのやつともさ、なんかさ、途中からさ、なんか太田派になって、そうだ、俺さ、すげえ嫌でさ、なんかさ、何が嫌なの、嫌っていうか、なんか説得されだしたんで、何しに行く、むちゃくちゃな論理だよ、その地域がむちゃくちゃな論理で、遅いやつ、お前の地域は、最終的にその埼玉のね、お前の家のそばでは、うんうん、学校で言うと俺はそれでも波だと言ってて、うん、もうね、それ、いや、俺がな、多分途中でね、だとしたらお前は超スーパー中学生で、もうテレビから何から世界中から取材されるんだと。そんな中学生が50メートル5秒3って走るやつがいたら、もう世界から注目される、そんな暇な、すっげえやつだぞっていないよ。もう下手すりゃギネスだよ。大変なニュースがあるんだよ、世界には。もっと大変なニュースがあったんだよ、当時、世界には。あるけど、ね、あるけど、ね、すごいんだぞってこと俺は言ったと。そしたらさ、そのね、大津さんが、いや、俺んとこではそんなの普通だから、普通だった、別にニュースにもならねえみたいな。ニュースにならない。当時は地域の問題だ。中抜くって出せんだな、押せんだな、みたいな話になるんだけど、そんなわけがない。本当に。うん、で、未だに言うんだよ、5秒3って。いないから、ね、もっと大変なニュース、ロッキード事件とかもっと大変なニュースあったんだ。いや、黒いピーナッツとか言ってたんだ。別に記憶にございません。限らずいくらでもあるよ、大きなニュースは。中曽根さんの、中曽根さんもそうだよ、風緑とかね、そういう時だ、いろいろあるわ、そういう時だから。いや、だそれはそうだ。だそんな中学生にニュース、いやいやいや来ないよ。別に当時だってお前5つ子生まれましたとかいろんなニュースがあるんだよ。暇ネタみたいな。暇でもねえよ。暇ネタっていうか。カルガモのお前。カルガモ全部あった。公共のとこは当たったとか。5つ子とカルガモと一緒にされちゃ困るわ。5つ子はすごかったよ、確かに。5つ子はだって初めてだからね。5つ子なんていうのは。だからその別に。そのすげえね、まあ、すごいニュースだけども、うん、おめでたいニュースとか、うん、その社会的にね、そんなに影響のないようなニュースもあったでしょ、いくらでも、うん、ね、だって別にさ、そんなの別に今日巨人が勝ちましただってニュースになるわけだから、あれだ、ね、あの頃巨人は強かった、あの頃はまだそうだ ね、俺が中学、ああそうか、もうちょっとあだ、王さんが756打った後ぐらいでしょ、ね、小学長嶋監督の頃ですよ、長嶋監督、ええ、あ、そうだね、そうですわ、そうですよ、それでエガーが入ってエガー事件の頃ですよ、ちょうどその頃ですよ、だからそっちだもん、全部そっちだもん、記者がみんなそっち行っちゃってたエガーの方に全部行っちゃってさ、そういうことじゃなくてこっち全然来なかった、なんで5秒3だって、なんでだってエガーの方が負けなエガー事件の方が大変なことだったから、あれあと王の世界新記録っつったらもうそらこっち来ないよ、埼玉の中学で5秒さんとか全然だ、笑顔はおう、そりゃもう全然来ない、あと黒いピーナッツ、しかもね、しかもね、黒いピーナッツ、黒いピーナッツ、ね、黒いピーナッツはいいわ、ね、でもしかもそれがそうちょっと前なんだけど、うん、でしかも、ね、中曽根さんの頃かな、いや中曽根さん、あ、いやじゃない、まだじゃ中曽根さんはもっと後です、後か、田中角栄から、三木さんになって、福田さんになって、大平さんになって、うん、あ、中曽根さんだからね。ってた頃だ。そうそう。だから、大平さんがね、突然在任中亡くなったんですよ。1980年です、それは。だから、その前が、ね、福田赳夫さん、ね、福田さんのお父さんですよ。ね、三角大福の。うん、その前が三木総理。だから、うん、まあ、三木さんの頃じゃない、三木さんの頃か。いいんだよ、そこじゃないんだよ。誰が総理とかじゃねえんだよ、別によ。なあ。だそんなことじゃねえんだっつってんだよ、俺が言ってるのは。な、しかもそこでだよ。三木さんはモノマネする人あんまいなかった。いや、別にいいね、モノマネは。ほう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 。へーへーほう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 ってね。福田赳夫さんですよ。ね。なあなーっつうのと。ね。
で大平さん、そうそう大平さんね、あうあうっていうね、まあそういうモノマネが流行ったんですけどね。そうそうそう、励ましてね。だいたい5秒3じゃね。桜井長一郎さん、5秒3の話なんだよ。ね、ましてやそこでだよ。埼玉のそのお前の町ではそれが当たり前になったら、もう本当にもうとんでもない突出したことね、町があるみたいなことになっていくんだって話して。いやいや、だから大変だったんだよ、世の中は。全然もうその俺の。そんなの絶対ね、45メートルだと、のを50メートルと思っていたか、測ってるやつがもう全然、先生だ。ストップウォッチ、その先生がストップウォッチ下手すぎるか、なんかもう、7と5っていう文字を間違えてる人、人生において。その、5っていう文字と7っていう文字を、教職取れません。思ってる人か、なんか、そういうやつ。そんな人は教職取れません。絶対に、もう2秒間違えてると。ね、ずっと言ってて。で、それはまあね、ありましたけど、でね、そのハキームくんって今そのすごいね、もうボルトをもしかしたら超えるんじゃないかっていうことっていうのが、うん、お台場なんですよ。ん？お台場？住んでんの？あ、住んでんの？お台場なんですよ。うん、ね。で、僕の友達のかっちゃん、かっちゃんもお台場に住んでいて、うん、子供がね、同級生の子供の子がずっとその、ね。で、クラスメートで、そのハキームくんって、もう、だから子供の頃から知ってるわけ、その、友達。ハキームくん。そう、息子の友達っていうことで、サニーブラウンくんっていう、ね。サニーブラウンハキームって言うんだよ。ね。サニーブラウン。チャーリーブラウン。チャーリーブラウンじゃないです。ピーナッツになっちゃうから、犬かスヌーピーの友達になっちゃうからね。で、サニーブラウンハキームくんって、要は、自分の息子の友達ってことで知り合って、もう知ってるわけ。ね。で、そのハキームくんとやっぱり、もう運動会がすごいんだって、やっぱもう本当笑っちゃうぐらい桁違いな。もうだから要はよくあるもう先生がバチってあれするんじゃないけど、もうまあ差が開いてすぎる。もう全然かわいそうだね。それ同級生かなうわけない。運動会がでも見たくないと思って、その運動会はっきり言うと、いや絶対ビデオに残ってる。だからまあ本ビデオでね撮ってる人いっぱいいると思う。まあ物残ってると思うんだけど、だからかっちゃんもしかしたら持ってるかもしれないけど、もうとにかく、もう、子供の中に大人が一人入って、もう全然先を進んでるわけ。ね。で、そういうのをもうずっと見てて、うん、で、その頃から、もう、絶対これオリンピックはこの子は、つって。もうそれはもうすごい。まあ、それそうだね。でもおそらく。でも、ハキームくんその頃そんなにさ、話題になってた？知ってた？その頃は知らない。だろ、うん、だから俺の5秒さんだって、ハキームくんですらそうなんだ。だったらお前も、どっちにヒカリくんとして、すげえ。だから俺は普通だったっつってんだよ、ね、だから。じゃあお前に勝ってたやつでもいいや。その、お前の友達で、一番早いやつ。地域ではもう、いや、連合運動会では勝てなかった。だから、それは全然。普通の連合運動会、連合運動会はもう全然勝てなかった。でもさ、そこにハキームくんいてもさ、勝てないんだぜ、多分。うん。だけど、話題にはなってないんでしょ。ハキームくんだってまださ、知らなかったろ、お前ハキーム。俺は知らなかったよ。最近じゃねえか。俺は知らなかったよ。もちろん小学生の頃のハキームくんは。そういうもんなんだよ。いや、そういうもんじゃない。だから後にすごいことやっぱりで、その学校とかね、父母の間では、それは将来オリンピック間違いないだろうねって噂になってるって、今街まだそうなってる。でも記事にすらなってないんだよ。な、そうだろ。まあ、ちょっとぐらいだとしたら俺の普通の5秒さんなんて普通じゃない、別に誰も記事になんかならない。それよりもやっぱりさ、三角大福とかさ、江川問題とか、そういうことだったんでしょ当時は。そこは比較にはなるから。そこは比較じゃねえから。一つ子にはかなわない。比較じゃねえから、そこはよ。だってお前が言い出したんだぞ、一つ子とか。いや、だから。比較にならないって、お前が例に出したんだよ、一つ子って。突然。